はい、どもりです。前にさ、相手に邪魔されなかったら1試合でどのくらい塗りポイントってのたまるんだろうっていう企画をね、やったんですけども、今回はまた似たような感じで、1試合にスペシャルはどのくらい使えるのかっていうのを検証していきたいと思います。スプラトゥーンって最後のリザルト画面にキル数とスペシャル何回使ったかってのが出るんですけども、今回はそのスペシャルの項目の数がどのくらい増やせるのかっていうのをやっていきたいと思います。はい、ここで使う武器なんですけども、溜まりやすい武器にしようかなって思います。このスペシャル必要ポイントってのがあるんですけども、ボールドマーカーは170、パブロは160で、パブロの方がスペシャルに必要なポイント少ないんですけども、今回はボールドマーカーでいきたいと思います。理由はちょうど前にパブロでどんだけ触れるかってのやったんで、今回はね、ボルドマーカーをね、メインとしてね、やってきたらいいなって思います。ということで、このボルドマーカーを使って、どれくらいスーパー着地が使えるのかってのを、やりたいと思います。行きましょう。はい、ということでやっていきましょう。30いけるかな？まあ、とりあえず20を目標にしてやろう。30いけたら嬉しいけど、これキリに塗るんじゃなくて大まかに塗っていいかも。まず1回2回、これ順調じゃない？あ、結構早くね。30いけるんじゃない？さっき20って甘えたけど。やべ、楽しい。こんだけ濡れるの楽しい。うら！めっちゃ調子いいんじゃないこれ。ほんと結構濡れてんじゃない？ういしょー。もう数数えてないけど結構いったぞ。20は硬いんじゃないか、もう。29! 惜しい惜しい、俺これ30狙うわ。はい、マッチングしました。ということで、さっき29回だったので、今回30回を目指していきたいと思います。まあ、自分の中で20回いけばいいなと思ってたんだけど、まあ、余裕でいったね。30はいくんじゃないか？うら！いや、今回も早いぞ。ちなみにもう数は数えてないんで、最後頑張って。あ、もう溜まった、早っ。あ、もう溜まってたんだ。溜まるの早すぎて全然使えないんだけど。こんな溜まるの早かったっけ、最初。絶対容量良くなってるよね。場所にもよるけど、6秒くらい溜まるんじゃない、これ。13。やっぱり6秒くらい溜まるぞ。ほい。さあ、30回いったかな。いったくさいけどな。数えてないけど、最初よりペース良かったもん。何回かな。おお、越した、3回越した。32回。32回だって。いやー、越せたよ。越せた、越せた。でもさ、俺もっといけると思うんだよね。今のってさ、ガチヤグラだったじゃないですか。ガチヤグラって延長時間を見るとさ、ここまで長くないじゃん。でも、ガチアサリって延長時間が長いの。お互いガチアサリを入れなかったら、相当な時間が進むんだけど、そっちでやってみようかなって思うんだ。さっきは30回目標にしてやってきたんだけど、今回はガチアサリで40回目標にして、やっていきたいと思います。やべえ！ 40 行きたくなってきた。40狙おう。まず1回。2回。3回。もうなんか、自信はどっから湧いてくるかわかんないけど、40いける気がする。いいね。もう50もいけんじゃない？頑張れば。
まだいける、まだいける。やばい、永遠といけんじゃないか、これ。それはそれ、かも、あ、終わった。何回行ったかな。ついに終わったぞ。56回、めっちゃ越してる。